たいもない。左翼 B ブロックを制圧。これより迎撃態勢に移行する。某国の私兵、見事異差を示しましたね。部隊は整いました。ここからは我らの出番です。寄せては複数、見込みとは違いますが、それなりの使い手たち。最後の試しにかなうかどうか、しかと見極めるとしましょう。イエスマスター。結社最強と謳われし敵機体が有名。不遜なる挑戦者どもに存分に思い知らせてやりますわ。あの白い神器か。かつてガレリア要塞を消滅させたタイプアルファの後継機ですね。見たところすぐに動く気配はなさそうですけど。はっ、調子こかれる前にガラクタにしてやるまでだろ。灰色の騎士様よりも前にな。それは僕たち B 班の役割を忘れているんじゃないだろうな。あっちがわざわざ主力を引きつけるんなら好都合だ。切り札だってある。あのすかしたカッコつけ野郎を出し抜けるチャンスだろうが。カッコつけって、まあ一応あの人なりに考えてのことだと思うし、でも確かにいつもいつも自分だけで何とかしようとするのは納得いかないというか。ああもう思い出したらなんか腹が立ってきたわ。まあ多少は同意です。十分すぎるほどよくやってくれていると思うが。仕方ありませんよ。時に厳しく、時に優しく、さりげない配慮と真摯さにあふれながら自らの身は顧みない僕年人ぶり。そんなところを見せられてしまったら女子としてキュンとしちゃいますから。で、一緒にしないでよ。一番タチが悪い天然たらし野郎ってわけか。なるほど、言い得て妙ですね。散々な言われようだな。自業自得な気もするけど。またド派手じゃねえか。発射間隔が短くなっていますね。多分あちらの戦局も佳境に入ったのではないかと。時が惜しい、先を急ごう。うん、7区に B 班、攻略を再開する。さあ
だな。よーし、打ちのめっそ、クレイジーハント、あたしの番ね。いきますね。やっ、僕の番だな。いいぜ。僕の番だな。いきますね。えい、俺の番。ほら、とっと、やっ、はっ、やから次へと見せ物小屋かっつーの。ずいぶん敷居の高い出し物みたいですけれど。トールズ第2特務官7組、これより目標を撃破する。戦術リンクオン、みんな気合を入れるわよ。オン。強そうね、気をつけて。私の番ね。逃がさない、ファイヤー、いきますね。青き翼よ、任せろや、もらったぜ。僕の番だな。俺の番だな。はい、はっ、行くわよ。よし、そこだ、いただき、よし、なんとかなったわね。ああ、上出来だろう。どういたしまして。ですが、クーというのは
なんとか一息つけそうでしたけど。そう簡単には問屋が下ろさないってか。我らの気配に気づくとは。敵対の豪気に魔球か。また会ったわね、七組の子たち。こんなところまで乗り込んでくるとは思わなかったけど。灰色の騎士の加護なくしてこの死地を乗り越えるつもりか。抜かしやがれ。実力差は明白ですが、譲れぬ一戦もあります。ふふ、勢いよし。ならば全力で応えるまでだ。主攻到着までの間、せいぜい楽しませてちょうだいね。さあ、力を示してもらうぞ。ひな鳥に耐えられるかしら。いいぜ、もらったぜ。チャンスだ、一気に行くぜ。分かった。私の番ね。逃がさない。崩れた。もらった。ほう、見事だ。思った以上に楽しませてくれたわね。ち、余裕かましやがって。まだ余力があると見た方が良さそうだな。まったく、何を遊んでいるんですの。敵主力を迎え撃つ前にこんなところで暇つぶすとは。あら、早かったわね。うん、余興もここまでか。敵機体の筆頭大使、神速ですか。厄介ですね。ポンコツなくせにやたらと早かったっけ。誰がポンコツですか。ひな鳥の分際で生意気な。アイレス、エンネア、ここは成功陣で一気に片付けますわよ。承知。悪く思わないでね。あの時の奥の手ってやつか。は、上等じゃねえか。いざ、覚悟させるか。あらあら、予想よりも早いか。間に合ったか。はい、お邪魔するわよ。さすがと言いますか。け、余計な真似を。教官。どうして左翼に回ったんじゃ。なんかここでニアミスするらしくてさ。さすがは難攻不落と歌われた城塞というべきか。ここは俺たちに任せてくれ。お互いもう一息だ。無事天守閣で合流しよう。了解です。よろしくお願いします。ああ、もう教官たちも気をつけてください。いいでしょう、
飛んで火に入るなんとやらですわ。至高の存在に挑まんとする不尊、この場で切り捨ててくれます。行きますわよ、97組灰色の騎士リンシュバルザー。